起動。整いました。さあ、ゲートが開いた。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。3番ミホノブルボン、快調に飛ばして行きます。先頭は3番ミホノブルボン、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは北サンブランク。8番ミホノブルボン並んでくる。さあ、1コーナーから2コーナーへ向かって行く馬娘たち。さあ、花に立ったのは3番ミホノブルボン、このままリードすることができるか。続いて8番ミホノブルボン、2馬身3馬身開いて北サンブラック。3馬身差、2番オグリーキャップ、差がなく1番エルコンドルバサー、9番オグリーキャップ、並びかけてきた。5番エルコンドルバサー追走。1馬身差、4番オグリーキャップ、そしてその後方にはグラスワンダー、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身。順位を振り返っていきます。現在1番手は3番ミホノブルボン、続きました8番ミホノブルボン、さらには1番エルコンドルバサー、それを見るように2番オグリーキャップ、そしてその後方には5番エルコンドルバサー、少し離れて9番オグリーキャップ、そしてその後方にはグラスワンダー、北サンブランク。続いている1馬身差、4番オグリーキャップ。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まるぞ。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。食い下がる2番オグリーキャップ、3番ミホノブルボン、先頭は3番ミホノブルボン、これは強い。200を通過、3番ミホノブルボン、リードは1馬身、3番ミホノブルボン、今ゴールイン。勝ったのは3番ミホノブルボン。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着には2番。今スタートが切られました。各馬娘、綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先頭はミホノブルボン、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は名将怒涛、3番手メジロマックイーン、4番手には1番オグリキャップ、すぐに続いて AM オペラ王。さあ、1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。ミホノブルボン快調に飛ばしていきます。さあ、花に立ったのはミホノブルボン、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは名将怒涛、グラスワンダー、ペースが速い。先頭は依然ミホノブルボン、4馬身リード。続きましたメジロマックイーン、名将怒涛、3番手スーパークリーク、4番手差がなく1番オグリキャップ、外には3番オグリキャップ。1馬身離れて AM オペラ王、向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ8馬身。順位を振り返っていきます。ミホノブルボン、まだリードをキープしています。続いて名将怒涛、少し離れて1番オグリキャップ、さらにスーパークリーク、5番手にメジロマックイーン、少し後ろから3番オグリキャップ、そしてそのうちからいたのはグラスワンダー。1馬身離れて AM オペラ王、後ろウイニングチケット。ミホノブルボン先頭進みますが、これは正解でしょうか。ミホノブルボン、彼女の客室には合っていますね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。さあ、いよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。さあ、花に立ったのはミホノブルボン、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは北サンブラック。1馬身差オグリーキャップ、4番手に成田ブライアン、3馬身差メジロドーベ。1コーナーから2コーナーへ向かうミホノブルボン、快調に飛ばしていきます。先頭はミホノブルボン、単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は北サンブラック、外から行くオグリーキャップ、3馬身差成田ブライアン、3馬身離れてメジロドーベ。1番ゴールドシチ、続いている8番グラスワンダー、並びかけてきた。1馬身離れて4番ゴールドシチ、外を回ります。3番グラスワンダー、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身。順位を振り返っていきます。依然としてミホノブルボン、続きましたオグリーキャップ、そして北サンブラック。1馬身差メジロドーベ、内をついて成田ブライアン、3
さらに8番グラフワンダー、少し離れて3番グラフワンダー、そしてそのうち1番ゴールドシチ、そして4番ゴールドシチ。オグリキャップ、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。最終コーナー、最初に立ち上がったのはオグリキャップ。まだ差が、ここから先頭を捉える、壊けてくるのか。オグリキャップ強い、強すぎる、完全に抜け出した。200を通過。2番手争いは目白とオベル、日本のブルボン、強さを見せつけてオグリキャップ、今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。勝ったのはオグリキャップ、ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にしました。スタート、各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは北サンブラック、6番ミホノブルボン、5番ミホノブルボン。苦しい戦いを強いられているメジロドーベル、ここからどう出る。北サンブラック、快調に飛ばしていきます。1コーナーから、そして2コーナーへ向かっていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭は北サンブラック、単身で飛ばしていきます。続きました3番ミホノブルボン、激しい先頭争い。6番ミホノブルボン並んでくる、あとは5番ミホノブルボン。5番手にダイワスカーレット、内の方からオグリキャップ、1馬身差ファインモーション、その後メジロドーベ、少し離れてグラフワンダー。意気揚々と先頭を行きます3番ミホノブルボン。どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身。先頭は以前3番ミホノブルボン、2馬身リード。続いて6番ミホノブルボン、後ろ5番ミホノブルボン、2馬身3馬身開いてダイワスカーレット、オグリキャップ、並んできた外ファインモーション、少し後ろから北サンブラック、外からグラフワンダー。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。3番ミホノブルボン、強すぎる、完全に抜け出した。残り200。3番ミホノブルボン、足色は衰えない。3番ミホノブルボン、リードは3馬身、お見事。3番ミホノブルボン、着差以上の強さを見せた、見事な勝利です。勝ったのは3番ミホノブルボン、ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にしました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。マルゼンスキーとミホノブルボン、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気、6番グラスワンダー。マルゼンスキー快調に飛ばしていきます。花を奪っていったのはマルゼンスキー。1コーナーから、そして2コーナーへ向かっていきます。さあ先頭に立ったのはミホノブルボン、マルゼンスキー並びかけてきた。早くも激しい競り合い。そしてその後方にはダイワスカーレット、4番手には1番オグリキャップ、そしてその後ろから行くのは富士奇跡、その後8番オグリキャップ、6番グラスワンダー、この位置につけています。そして7番グラスワンダー、その後3、4馬身開いてアドマイヤーベガ。ミホノブルボン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ミホノブルボン、彼女の客室には合っていますね。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。先頭ミホノブルボン、レースはよどみなく進んでいます。続いてマルゼンスキー、1馬身離れてダイワスカーレット、少し後ろから1番オグリキャップ、少し離れて富士奇跡、8番オグリキャップ続いている。3馬身差、6番グラスワンダー、さらに内から7番グラスワンダー。第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはミホノブルボン、6番グラスワンダー、並んできた。200を通過。6番グラスワンダー、すごい足で上がってきた。6番グラスワンダー、ここで抜け出した。6番グラスワンダー、差し切ってゴール。勝ったのは6番グラスワンダー。ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にしました。ありがとう。